物のべとは、古代日本の朝廷の兵衛、刑に携わった職業部、両政所管士にも配属されている品部。氏族的系譜を有し、大化の改新以前は、物の部連が、友の宮津子として干渉してきた。その数が多かったので、物の部の八十子などと呼ばれた。日本書紀によると、辻人天皇7年の11月、物の部氏の祖である、イカイロースに命じて、 物のべの八十平川をもって祭人のものと、作さしむとある。平川とは、平らな土器。平たい皿様の器のことである。古事記中間主人天皇城にも、同様の記載がある。改新後も存続し、律令政下では修国し、エモ門の夫、東西一の司に配属され、罪人の刑を執行する業務に当たった、という。同様の職務を果たす部として、 組め部がある。地方には、モノノベレンとは、系統の異なるモノノベ氏が多数存在した。笠原鬼の子、アニマロを外する、武蔵国造族のモノノベただし。飯入りネの子、宇野遅いのちを外する、出雲国造族のモノノベシン。夏場内のオチを外する噛みつけの国造道族のモノノベくん。 米餅つき大使主名の八世孫、ぬかたの神と武蔵神の兄弟を外する、もの主。ありがとうございます。